では次は皆様もご存知かと思いますが、昭和歌謡の、伝説になりましたスナックマキというバンドでお届けしたいと思います。スナックマキは私の誕生日の時には必ず、こうやってライブをして、みんなで、ワイワイ騒げるようにはなってるんですけども、普段は、ちょっと忙しい、皆さん忙しくて他のバンドで忙しいのであまり活動ができないんですが、私が一番最初に、バンドを始めた時にこのメンバーで、やったので初期メンバーになります。はい、なのですごい、長い、バンドメンバーと、やりますので、皆さんお楽しみ、楽しんで、いやお楽しみに、あ、違うな、はい、はい、はい、ではですね、すいません、ちょっとやはり、なんかですね、私、スナックマキというバンドと、クラブマキというバンドが、やってまして、そこのベースからも、お花、花束を、あと武井さんも、ポンチベースの木下さんと、ポンチさんありがとう、大きな花束がさっき届いて、ちょっと代わりに贈呈式をさせていただきました。せっかくね、こんな素敵な花束をいただきましたので、久しぶりにこちら横浜市役所クロスストリートで本日開店させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まあ、前からのいろいろなことを店内ルールというのをお願いしているわけですけれども、当店の、店内のルール、マナーを皆さんご紹介させていただきます。こちらのサービスですとか、提供するメニューについてはもう品質には、こだわっているつもりなんですが、時としてですね、ごくまれに、スネアを叩き損ねる、シンバルを空振りする、リズムが乱れる、コードが狂う、その他の、ミスが生じますが、お目に見てください。そして、またお願いしてございます。開店中の写真、動画撮影並びに、そういうものを SNS 上に載せることは固くお願いいたします。必ずやってください。そしてですね、今日は特別にもう一つマナーをご注意いただきたいことがございまして、今日はこれでございますので、特にですね、ママおめでとう、いくつになったの、これを口にしますと、当店で生命の保証はいたしませんので、ぜひご遠慮いただきたいと思います。さあ、それでは久しぶりに解説していただきます。今日は伝説の棒読みもたっぷりとやらせていただきますので、よろしくお願いします。さあ、それでは解説いたします。よろしくお願いします。I'm a good
Yeah.
ねえママ、このお店もコロナですっかり寂れちゃったね。そうなのよ。まあもともと在して流行ってなかったんだけどね。ああ、よく見かけた あの男もなんて言ったっけ、いつも白いスーツ着てた。ああ、なんて人だったっけね。ああ、ボディね。Oh,
なるI'm not afraid to die.
そう、横浜調子いいわね。で、その次が大阪よ。あ、そうなんだ。あ、で、どんな風に暮らしてたの？そりゃ男と一緒に暮らしてたのよ。結構うまくやってたんだけどね、最後はなんとなく気まずくなって別れちゃったのよね。いい男だったんだけどな。かっこいい男だったんだ。
へえ、かっこいい男だったんだ。そうよ、まああの頃はね、二人とも小さなアパートで若さを無駄にして暮らしてたのよね。どこかで聞いたようなフレーズだな。あら、そう？Thank you.
とうございました。コロナ禍で久しぶりに帰ってお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ではここで電波紹介をさせていただきます。常連客ベース星野時代ではございますが、スナック巻はあなたを古き良き昭和の時代にご案内いたします。またのご来店お待ちしております。次回は11月23日、
ンとなってしまいまして、アンコールの方がちょっとできなくなってしまいました。はい、今日は本当に皆様長い時間ありがとうございました。次回11月23日アーカンサーか、ルーカミーノで開催しますので、もしお近くの方ございましたらアーカンサーかまでお願いしてください。ありがとうございます。